言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパパースです。はい、朝ですんでちょっと顔出しですけどもマスクで失礼いたしますね。セミがちょっとうるさいんですけどもね、ちょっとご了承いただければと思います。ですね、本日は7月27日で、目覚ましライブに BMSG オールスターズが出るということもありますけど、まあ、こちらの方で生配信、まあ、見れるかどうかちょっとね、エンティームのところ見た方が結構カクカクだったって話はしております。現地に行ける方はその方がいいかもって話とか、コメントで先ほどいただいたんですが、なんやかんやで実は見れるかもって話ね。でもちょっとそれもね、本当にわかんないので、現状がその変わったりしますからね。自分も行けるかもっていうのはあるんですけど、ちょっともともとその行く予定というのがあって、休みは取っていて、ただチケット外れたので、ボーカルレッスン入れちゃったんで、まぁ、ちょっとね、さすがにレッスン前に行って、帰ってきてっていうのは時間帯的には難しくて、一応生配信を見れる設定でというか、その、期待で行こうと思っております。はい。で、今日いろいろとあるわけですよ。それ以外にもね。で、まずね、10時からね、まああれですね、お台場冒険王2023スパンサマースプラッシュの目覚ましライブグッズ販売スタートっていう形もあるようですけどもね。で、13時から、まあ、お台場冒険王2023目覚ましライブ BMSG オールスターズ始まりますと。ただ、こちらの生配信の前にちょっと何かしらの、配信専用のコンテンツが上がるらしいっていう話があって、12時から、開演は13時ですが、12時から開場されるはずなんで、その時間帯に入れればという感じになりますかね。ちょっとまあ、わかんないですけども。はい。っていうことがございます。それから19時45分からは、九州沖縄の NHK で、ゾンタク踊りの星という番組で、BE:FIRSTソータくんが出ますというところもありますね。はい。っていうことです。で、まあ、それがまず前提としてあります。で、本日まずはですね、例えば今回はまず BE:FIRSTとマーテルの話を一個ずつっていうところがあるんですね。で、それの前にね、たまたま先ほど見つけたものがあってですね、BMSG トレーニーショーケース、こちらが間もなく行われるわけですが、こちらのね、グッズ販売が行われるということでございます。で、会場販売が7月31日からっていうか、まあね、その、要するに、豊洲ピットでトレーニーショーケースが行われますから、まあ、レイコ、ルイ、タイキ、カノンということですよね。で、まあ、こちらがですね、グッズが出ますということ、今ね、ネットで見ております。トレーニーショーケース T シャツ、トレーニーショーケースタオル、で、トレーニーショーケースペンポーチセットで、トレーニーショーケースステッカーセットということになりますね。これね、なかなか T シャツがね、やっぱ BMSG らしくワンポイントでね、こう普段使いもできるような感じのものでございまして、で、しかもね、トレーニーということですから、例えばご自身とかお子様とかね、お孫様とかがダンスとかの練習とか、なんかそういう習い事をされてる方とかいらっしゃったら、このシャツ着るといいんじゃないって思ったり私はした。トレーニーですからね。はい。トレーニーショーケースタオルもね、レイコ、ルイ、タイキ、カノンのロゴが大量に書いてあってですね、いい感じです。ただあれですね、ちょっとこのデザインは集合体恐怖症の人にはあんまりよろしくないかもしれないとちょっと思いましたが、まあその辺もあります。デザインとしてはね、なかなか画期的だと思います。はい。っていうことですね。で、こちらが、まあ、まず会場販売が、まあ、あるわけですけど、そちらが、まず、その後に、インターネット販売も行われますと。8月の3日木曜日の10時から販売がするということで。そうですね。私もこのトレーニーショーケース T シャツは買おうかなってちょっと思いますかね。結構デザインがね、黒のシャツでね、黄色のワンポイントで胸のところにあって、結構普段使いしやすいし、他の服とも合わせやすいと思いますね。はい、ということでございます。ね。っていう形で、まずそちらがあります。でですね、続きまして、BE:FIRSTの話なんですけど、これ、わかんないけど、結構異例なんじゃないかなって思ったりしたんですよね。Spotify のプレイリスト、ボーイズグループジャパンという、公式プレイリストがあるんですが、まあ日本のボーイズグループの、まあそういった楽曲を集めているものなんですよね。で、これがね、なんていうか、
基本的にはやっぱりその表紙になる曲っていうのがあって、でその中で表紙っていうかそのね、まあボーイズグループジャパンと書いてあって、そこのところに画像が出るわけですよ。でね、これがBE:FIRST の楽曲というか BE:FIRST のロゴになりました。でしかも4枚目のシングルのロゴなんですけど、ただまだね、要するに4枚目シングルの話はいろいろ出てませんから、 BE:FIRST がカバーになった上でブンブンバックをまあそこの表題みたいな感じにするというか、そういうことのようでして、ね、これなかなか面白いなと思ったんですよね。ブンブンバックはもうだって最新曲ではないもんですから、この段階で出るっていうのはなかなか面白いことをやってるなって思ったりしたもんでございまして、プレイリストボーイズグループジャパンのカバーに起用っていうことですね。そう、まあだから、うん、日本の代表のボーイズグループということでいいんじゃないかなっていうことで、でもなんでしょうね、そのブンブンバックをやるっていうこともそうだし、まあこのビジュアルが非常にかっこいいからっていうところなのかなっていう形もあるけど、まあでもその最新曲ではないブンブンバックね、しかも表題曲っていうかカバーのリード楽曲じゃないですからね、そこがね、この時期にまたそれで起用されるっていうのは異例だと思うし、実質的にこうなんか Spotify の方でBE:FIRST のことを日本のボーイズグループの結構その中心というか代表の存在として見てくれているんじゃないかなっていうような妄想もしちゃいますね。これで結構自分としては補聴したりとかひいき目で言ってるつもりもなくて、最新曲ではないわけですよ、さっきも言いましたが。でしかもリード曲じゃないわけですよ、リード曲スマイルアゲインですからね。うん、で4枚目のシングルのビジュアルが出たっていうタイミングでもあるけれども、そのビジュアルを使ってくれるっていうところもあるし、うん、まあだから非常にこれは面白いんじゃないかなって思いますね。流れとしてありがたいとも思いますし、まあそれに付随してね、彼らは本当に頑張っているから、私たちベスティもね、彼らのファンとして、まあ言ってみればね、まあ別にそんなにやってやるぜ的な感じとか気をつけなきゃみたいな感じでこうグッてなんかやることはないけど、まあ常識的なそういうファンダムでありたいなというふうに考えております。はい、まあね、いろんな人もいますけれども、まあそういうところはね、そんなに気にしないでいけば大して問題ないよっていうところだったりしますかね。はい、でですね、次マーゼルの話なんですけど、これね、うん、すごくね画期的だと思いました。神音夜という関西の方の音楽番組ですよね。これがですね、これも今日といや今日なんですよね。7月の28日木曜日の深夜1時59分ということで、だから、まあ、深夜帯ですね。今日の日付で言ったら、25時59分かな。うん。で、これがですね、まあ、ゲストで、マーゼルから、生徒くんと海流くんが出るということでございます。ちなみに神音に関しては神音神型音祭りが TVer でスペシャル番組のやつを TVer で流れましたけど、ちょっとね、今のところやっぱり M ステとかもろもろ含めて音楽特番に関しては TVer とかで流れるんだけど、やっぱり普段のですね、普通の放送のやつはなかなか TVer で流れるっていうのは難しいような感じでございまして、一応ねこの動画撮る前に調べたんですよ。ちょっと時間的にね、もうちょっと早く上げられる予定だったんですけど、調べなきゃいけないと思って。TVer と、読売テレビのそういう、TVer 的なそういうのがありますけど、ちょっと今のところ、うん、今のところは、出てないですね。TVer。ただ、すでにね、ベスティは動きが早くて、神音さんのですね、そこから、TVer での放送とか、お願いできませんかとかね、地方民に愛の手をとかね、 TVer でも放送お願いしますみたいな感じですよ。まあね、これが非常に見たいというのが、まあ生徒くん海流くんという、まあぶっちゃけた話、多分ですけど BMSG の中でもペアとしてかなりバラエティに向いてる上位のペアだと思いますよね。うん、別に BMSG はバラエティをやるっていうことはないけど、ただ今後そういうのもね、やっていくこともあるかもしれないし、まあ BE:FIRST TV もやってますしね。
マーゼルはまた BE:FIRST と違う売り方っていう形は間違いがないから、そういうのも私としてはやってもいいかなって思ってはいますけどね。カイリー君と生徒君のね、やっぱりこう彼らのあのバラエティ力、特にここをたくさん見てもらった方が、それによってあの興味持つ人もいるかもしれないしね。あの昔のことを思い出すと、あのヘイヘイヘイとかで TM レボリューション西川貴則さんとかね、あのトークが面白かったから興味を持って、で歌もめっちゃ上手かったしいい曲だったから、アーティストとしての西川さんにも興味を持ったっていう記憶もあるから、その流れでね、あの正解コンビの面白さっていうところに惹かれてマーゼル聞いてもらって、ビビットとかかっけーってなってくれたらいいなと思うんだよね。そうで話を戻しますけど、ちょっとこちらの関西の人以外は見れない可能性があるなっていう風に考えております。ちょっとね、街ブラ企画なんですよ。彼らのルーツを探るべく大阪の思い出の地を街ブラっていうね、うん、絶対楽しいじゃないですかね。正解コンビの海流君、生徒君のコンビの街ブラなんか楽しいに決まってますからね。はい、っていうことになりますね。この2人だけっていうことなのかな。まあでもそういうバラエティ企画っていうことで、なんでちょっとこちらね、私としてはちょっとこう見れない可能性高いけれども、そうですね、あの皆さんの中で関西ベスティの方、ちょっとレポートとかなんていうか待っております。はいね、いやー見たいけどな、うん、なんとかなるんですかねっていう感じでございます。はい、というわけで今日はいろいろとありますけれども、まあ、あの見れる範囲でやっていきたいし、あとちょっと暑いんでね、また気をつけてもらいたい。セミの声もね、とってもねしているしね、入ってなきゃいいんだけどもはい、はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。